出るかな、何が出るかな。おい、まずは曲がりますか、これ景気用綿棒、長いやつね。長さが450ミリで、これも綿棒なんですが、ガス抜き用なんだって。まあ、この2本ともに600円700円ぐらいなんで、安かったんで、シリコンマット買ってました。そしてシリコンマット、キッチンマット、面打ち用のマットですか。はあ、さすがにシリコンだからね、よかったよ。わあ、結構すごい。わあ、結構ぴったりしてる。さすがシリコン。わわわわわ、すごいねこれ。結構ぴったりしてる。だってこんなもんなんだ。おお、いいね。どう？おお、いいね。マットもうちょいでかくてもよかったかな。なんかそういう気も知らんくないですけど、とりあえず揃いましたよと。風帯引きはさ、この辺が限界なんだよね。今日は前回の倍作りましょうね。倍ですよ。強力粉、ドライイースト小さじ2杯、小さじ1杯、使うか。塩 3g、 結構なりますね。このボールで良かったわ。一回りさ、ちっちゃいの、ちょっと絶対難儀してて、ね、まあとりあえずオリーブオイルが第2、第1、第2。はい、ぬるま湯、材料入ったのかな。やっぱ量多いねこれ。やっぱ2枚分で良かったのかもしれないな。結構力仕事だよこれ。やっぱ女性の人はこれ2枚分でやった方がいいね。男でも辛いよこれ。4枚分はきついですわこれ。丸くして、もう一枚だねこれ。ぬるま湯をピタッとかけまして、かけまして、蓋、もうラップじゃなく蓋できるんで、よいしょ。で、2時間待ちましょう。さてさて、2時間経ちましたねと。わかります？これ結
結構これパンパンだよ。わ、でっか。これ。粉、すごいすごい。いいね、ふわふわしてるね。あ、ほんとだ、滑らねえ。これやっぱ生地でかいね、これ。うふわふわ。そう、せっかくだから、ガス抜き麺の、あ、いいね、いい、これ早いや、やっぱ道具だね。うん、見てないな、これ。ピザボードっつうの、これ。いいですか。いいね。やっぱこんぐらいの癖でよかったね。これで楽にピザが乗せられるんじゃないですか。ピザボードでした。さあ、20分経ったんでしょうか。どうですか。したら、一つは今日食べる。一つは3日以内。これは3日以内に食べると。で、残りはですよ、これを冷凍保存するわけですよ。冷凍保存する場合はオリーブオイル、表面にちょっと塗りつけまして、あとピッチリしまして、たっぷりオリーブオイルをうまくつけまして、よっ、ピチピチだか、はい、ジップロック的なものに入れて、1ヶ月は持つらしいですよ、これ、ね、さあ、行きますよ、さらっと、うわ、飛び散っちゃって、
早いね、やっぱ早い早い、やっぱ道具だね。まあこんなもんでしょう。パスタ用なんすけどね、汁気が多いっちゃ汁気が多いんだけど、結構最初にチーズのせた方がよかちんですよみたいなことが言ってたから、ちょっとチーズ先にいってみますわ。さあ、はい、モッツァレラチーズね。あ、でもやっぱくっつくね。やっぱ急いだ方がいいんだよな。トマト、ブラック、オリーブ、パスタまでいっちゃう。たまねぎ、たまねぎ、うぃ、おい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 、ニンニクも一かけちょっと入れてみます。よいしょ、どんな効果が生まれるのか、美味しくなるのかな。これでもダメか、くっつくね、やっぱね、びちゃびちゃになるね。これどうすりゃいいんだろう、どうやったら滑るよ。ちょっとまぶすよ、これ具が多いのかな。とりあえずデレン、来ました。さあ、せっかくなんですが、今日もやっぱり滑らねえんだよな、これ。やっぱり滑らねえんだよ。ダメなんですよ。よいしょ、よいしょ、おい、出ましたよ。うぃ、あーぱ、あーでもいいわ、いい、バッツスだな、来るかなこれ。あたたたた、あっ、よいしょよいしょ、あー来る、よいしょよいしょよいしょ、完璧だ。しちゃったもんね、これ。ちゃんと切れるんでしょうか。さあ、OK ですよ。いいね、ちゃんと丸になってね、完璧じゃない、今日は。見える？完璧？うん、完璧、完璧だ。やっぱりこの台から移す方法もう少し考えた方がいいね。なんか大きめの部屋なのかな、部屋があればいいのかな。
いいね、ニンニクの風味がやっぱいいね。うん、いや、ニンニクありだわ。まあ、ブラックオリーブこれぐらい入れた方がいいんだね。やっぱニンニクありだな。ちょっと癖強くなるけどね。ありあり、トマト系のピザには合うね。やっぱ肉を一番上にしたことでこんがりさが違うね。肉関係は上の方にいるんだな。なんでこう味付けらしい味付けなんてしてないのにさ、うまいんだろうね。この不思議はね、組み合わせの妙というか、なんというか味のハーモニーが最高なのは、ただこのピザの宿命というか、すぐ冷めるっていうのはビールのような儚さがあるね。なんかね、ビールもそうだけど、ちびちび飲むことってできないじゃないですか。あの儚さに近いね。にしてもうまいよ。味うまいんだけど、ごちそうさまでした。窓越しに見える太陽が砂の粒ほどに